どうも、あかぼし。せよ、あかぼし。マスボス TV。武蔵野油学会池袋店さんです。うん、はい、はい、西池袋にありますね。うん、なんですが、こちら前4分のところにあるんですけども、うん、結構前からあるんだけど、僕はこれ初めて、うん、行きました、うんうんうん。ただし別の店舗には行ったことあります。この学会系の。そう、学会系。学会系ですね。総本店が早稲田にありまして、うん、その他吉祥寺ですとか、うん、まあ、代々木とか、うん、割と大学が多いエリアにあるというのが ね、 ね、まあ、これも立教大学の近くなんで、うん、でですね、こちら、うん、二郎系のお店じゃないんです、うん、なんですけど結構リクエストいただいてたんですね、うん、あの行ってみてくださいと、うんうん、でメニューによってはかなりね、うん、まあ、二郎系とはいかないけどインスパイア系に似てるような感じの、あの近づけることが、そうそう、スタイルになるということで、うん、ぶっ込んでます、うん、基本メニューね、武蔵野油そば、そして特の油そば、うん、味噌辛ネギとあって、うん、サイズが並大ダブル、そして、うん、ダブダブダブというラブラブラブみたいなドリカムのね、なってますが、で今回もちろんそのね、うん、ラブダブダブ特のというのを選択選択選択ということでね、まあ3つ続いちゃった着丼がこちらです。ニンニクかなり多め、野菜増しということで、ちょっとなんかね、うん、もんじゃ焼きの、あ、本当だ、最初のやつみたいな、はいはい、ラーメンですよこちらね、油そばです。はい、油そばなんだよね、これ油そばなんです。はい、で特にコールないんですけども、うん、メンマ、貝割れ、生卵、ナルト、海苔、見えないけどネギとかもちょっと入ってたりします、うんうんうん、はい。でですね、出来上がりの時にお好みは特に聞かれませんこれね、うんうん、だ食券出す時に、うん、まあ、ニンニク入れますか的なことは言われるんで、うん、多めですと少なめですというやつだけです。はい、で油をね、うん、これちょっと増やせんのか増やせないのかを確認しなかったという、うん、まあ、痛恨のミス、調査中ですか。調査します。はい、海苔がすごいですね。そうなんですよ、3枚ドドンと入ってくる、うん、うわ、いろいろ乗ってますね、うん、ということでいただきます。まあ、まずはね、豚からいきますね、うん、まあ、こちらバラ肉ですが、うん、厚みは控えめなんですけども、うん、これいろんなね、こう具材をこうやってね巻いて食べるにはちょうどいいですねという豚なんです ね、 単体というよりは一緒に食べたい。あ、そして生卵ですね。もう、もう崩します。はい、これ1個だとこんぐらいね、うん、他のもの増してた時にバランス悪いんで、うん、最初にもういっちゃった方がいいかなと、うん、まあ、混ぜてもそんな変わらないという1個だね。この場合は、はい、そして油は、うん、やっぱりさ、油が決め手ですから、ここはね、はいはいはい、細かくすりつぶしてこうちゃっちゃ系みたいに乗せてくれるタイプの油ですね、うん、はい。でちょっと返しがこう、うん、かかってて、油の甘みとほんのり塩気で食べるのがちょっと学会スタイルなのかなと。なるほど、油学会スタイル。油そばって言われにやっぱですね、もう全然もう、まあ、やっとやっときました、やっときました、はい。量が波180の240の360ダブダブダブは4パチです。この極太麺ね、これが美味しそうで、またね、食感としてはね、すごくこうもっちんもっちんとすごい吸い付いてくるような、ね、うん、食感なんですね。プラスですね、うん、油が麺にこうすんごい絡むんでね、うん、食べ応えは抜群かなと。もう濃いっすね、本当に。いや、そうなんですよね、食欲を増す色ですねこれね、うん、UFO ぐらい、 UFO 焼きそばぐらいね。確かに麺の太さも焼きそばっぽい、うまい、太い、美味しい。そこにね、ね、あ、そして違うやつですね。どっぷりとした返しをね、はい、絡みながら食べる。で、まあ、胡椒もね、粗挽きタイプで、うん、返しと麺の辛みをね、楽しんでからぜひ胡椒を入れてほしい、はいはいはい、ね。最初の、開始後ほど説明します、うん、特別なやつなんで、特別なやつ、結構特別なんで後ほど解説していきますが、ニンニク、うん、ね、すでにちょっと混ざり始めてますが、若干こうツーンとするね、うん、わさびっぽいニンニクだったんですね。まあでも辛めな感じと、ね、そうですね、ツンツンツンニンニクですこれは、うん、はい。さあどんどんいきます。海苔、お海苔ですね、3枚入ってるから、うん、序盤中盤最終一口ということでね、うん、まあ、3枚のお札みたいにね使ってください。はい、自分の好きなところで使ってくださいね。あ、来ました、ラー油、ラー油レベルのチェックはございませんでしたね。お酢レベルのチェックもございませんでした。なぜならレンゲがないからです。あ、ね、そういうことなんですね。あ、これあったらやってたんですね。いやいやいや、
空中でこうやって飲み出したら終わりだからね。本当終わりだよ。これがうまいですよ、うん、ね。油そばですか。そうなんです、うん、公式でもね最初からこうかけてくださいって言われるんだけど、うん、僕としてはねやっぱねさっき言いましたこのタレ、うん、自家製ラードをベースにしてるらしいんでね、うん、まずはそれを楽しんでからでもいいんじゃないかと。まあね、こんだけ量あったらですね。そうなんですよね。で他のお店だとね、うん、店内でルパン三世流れてるらしいんですね、ずっと。なんですけど池袋は、うん、ウーバーワールドが全然ずっと流れてました。はい、そうなんですね。あの徳谷さん、徳谷のあのブリーチのオープニングのやつとか、ああね、言えない痛み悲しみにって なんて言うだっけな、あれちょっと出てこないな、出てこないな。バシバシルールは 88.983 ということでね、はい、ございました。やっぱ油量がすごい、うん、お店なんですけども、油かっかいさん、いやそうなんですよ、店名よりもそんなにコテコテしてなかったっす、うん、あ、そうなんですね。そう、意外とさっぱり油だったかなという。さっぱり油、さっぱり油ですね、はあ、これはあのだからまあしつこくない、食べ終わりだから今も胃の中すごいすっきりしてます僕。今も、はい、今もいやだからそのこれ今日なんだ。あ、はい、あ、あ、そうなんだ。すさまじい速さで編集しました、ね、あ、史上初かな、当日食べ行ってもう当日アフレコしたの、びっくりしちゃった、ちょっと早かったっすね、はい、今もなんですね。あ、そうっす、これ食べてる、食べた後の状態っすよ。あ、なるほどなるほど。全然匂わないでしょ、ニンニクとかも。まあ確かに、なんだろうね、いつもね、やばいですからね。あ、まあ、うん、油が全部こう包んでくれたのかな。おお、どうなんだそれは。そうなんですね、武蔵野油学会さんね、うん、蒙古タンメン中本の目の前にあるんで、うん、池袋は、はあ、で激戦区なんでね、すごい、池袋、いやー、うん、15時ぐらいに行ったんだけど、うん、余裕でお客さんいっぱい入ってたんで、あ、そう、やっぱいつも、あ、あれかな、だから立教大学が近いから、うん、授業終わりの学生もどんどん入ってくるっていうのは、ね、あの中休みもないんで、はいはいはい、ずっとやってるんでね、なるほど、お腹空いた時はぜひこちら目指して行ってみてください。量も多くできますね、というね、はい、なぜなぜ、マシ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  TV、 マシ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  TV ごちそうさんでした、はい。